どうも、のりごとです。前回の動画でもお伝えした通り購入しましたんでね、マビックエア早速飛ばしに参りました。よいしょ。もうちょっとしたね、ちょっと大きな DS ぐらいのサイズ、いいねこのコンパクト感ね。なんかいろいろ試したかったんですけど、ちょっと飛ばしてたらもうバッテリー切れちゃった。やっぱ1個じゃ足りないですね。まあ帰ってね、ちょっと1回見てみたいと思います。ちょっと今日はなんとなく飛ばしてたらあっという間にバッテリーがなくなってしまったので、改めてね、明日朝ぐらいに飛ばしに行きたいなと思います。ひとまず飛ばしてみた感じはいい感じでございます。ただいま朝の8時18分。昨日あまり試せなかったので今日もね、ちょっとドローン飛ばしに行きたいなと思います。アップルから新製品がいくつか発表されましたね。 iPad Pro に Mac Mini に MacBook Air かね。僕は iMac をちょっと楽しみにしてたんですけど、 iMac のねリフレッシュがあるかなと思って楽しみにしてて、 Mavic Air でも 4K が撮れるようになったので 4K ちょっと環境にね移行しようかと思ってたんですけれども、いかんせん編集が若干重いということで iMac に変えてね 4K 環境に移し替えようかとちょっと目論んでたんですけれどもね、今回はちょっと iMac の発表がなかったので残念だったんですけど、まあドローンをね飛ばしていきたいと思います。ちょっと今日はここの電車の鉄橋でね、電車の秒間120コマのドローンのね、マビックエアのスローモーションをちょっと撮ってみようかなと。お、ちょうど来たね電車。この電車をちょっとね激写できるかなと。
今日はいい絵が撮れた。昨日前回よりね格段にいい感じでちょっとねマビックエアの特性がつかめてきました。いいね。朝露でお尻はね冷たいけど濡れたけどお尻はいい絵が撮れたんじゃないかな。帰ってね見るのが楽しみでございます。すごい。はい、ということで、まあ、ビッグエア届いてから3日ほどね、使ってみました。僕はスパークからの乗り換えで、機体サイズもやっぱりね、大きくなってる分、安定感も増していて、カメラのジンバルも2軸から3軸に増えてるということで、使ってみるとすぐに動画の安定感がね、違うなということを実感できました。バイクで言うと、原付 50cc から 125-250cc クラスに乗り換えたような、車で行くと軽自動車から 660cc からビッツクラスのね、小型自動車に乗り換えたような感覚でしょうかね。安定感がね、上がっておりました。以前の動画で Mavic Pro 2のねおすすめをされましたけれども、さらに機体も大きくて新型なので安定感もいいんでしょうけれども、 Mavic Air のこのコンパクトさは非常に魅力的だなと。以前若かりし頃にバイクの免許 400cc までのね普通二輪で撮ったんですけれども、絶対大型で撮っといた方がいいというようなねアドバイスいただきましたけれども、まあそれもね今ちょっと後悔はしてるんですけれども、この後結局 Mavic Pro 2が欲しくなったりするかもしれませんけれどもね、今のところ非常に満足でございます。スパークよりも機体大きくなってるんですけれども、首の字に折りたたみが可能になったということで、首の字のサイズは変わらない、もしくは小さくなったぐらいのね感覚で、重さ的にはちょっと重くなったんですけれども、そこら辺もね魅力的だなぁと。あとは 4K 撮影にフル HD の 120fps 秒間120コマの撮影ができたりと、いろいろとねこれから撮影の幅が広がりそうで、まだちょっと試してみただけですけれども、センサーも3方向に設置されていたり、コントローラーの先っぽの部分が取り外しできて収納時にねよりコンパクトに収納できたり、いろんなところが進化してるなぁと感じました。これから僕の空撮は Mavic Air 中心でねメインで戦っていきたいなと思います。ちなみに Mavic Air 単品購入だったんですけれども、やっぱりねバッテリー1個じゃ足りなかったので、追加でバッテリー1つね注文をいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。今日はもう出かけない予定だったんですけど、いい夕日が撮れそうなんでね、ついつい出かけてきてしまいました。夕日を撮りにね、いい感じで夕日出てますね。